船村さんは船木さんの夕べの作曲家でもあるわけですけど、はい、これ昭和42年の作品なんですね。そうですね、はい、でもこの作品は先生に僕はずるいって言いましたよね、いただいた時。だって8小節しかないんです、メロディーが。ああそう。でそれを繰り返し7回歌えておっしゃるわけです。で3ハグでしょ、うん、歌い手は困りますよね、これ繰り返すな先生、手抜いたんですか、ね、だって。いやいやそうじゃないんですけどね。そうじゃない、はい、少しね、なんかやっぱり僕はほら飲むもんですからね、はいはい、ボケーッとしてたんだよ、ね、そうでしょそうでしょって。そうでもそれだけになんかね、うん、船木君の歌にね託したわけですよ。なるほど先生、ね、上手、いやだってそのレコーディング的に、うん、今申し上げたように、はい、先生これずるいんじゃないですかって言ったら、うん、いいや何そこをなんとかするのが歌い手だろうけどいや、楽しいお話ですね、はい、そして西条八十さん、船木和夫さんってくるともう一つやっぱり絶唱というふうにつながってくるわけですけれども、はいね、船木さん、この歌には何かこう思い出はございますか。これはね、もともとね、作られないはずの歌だったんです、映画の主題歌 で主題歌なしでいくはずだったんです、でところがどうしても欲しいということになって、さて慌てたわけですね、ディレクターが、そしたら市川翔介っていう方のメロディーがあったわけですよ、船木に歌わせたいというメロディー、でそれを思い出して、で2人でピアノでこう聴いてみたら、あこれはいいんじゃないっていう話で、で慌てて西条先生の声かけ込んで後付けでつけていただいて。ああすごい、はい、でもねやっぱり私はね、自分が作ったこの UV よりね、絶唱の方が好きだね、さあ今日はですね、その船木和夫さんから船村徹さんに立っての願いが、お願いがあるということでございますね、はい、ぜひね今日は夕べを歌えという話をいただいたときに、ええ、それならば、うん、船村先生のギターで歌いたい、おー、素敵、お願いしたら引き受けてくださって、いや最近ギター下手だよ
花も恋も帰らず流れゆく君の
なぜ死んだ。スズランのように愛らしく、また忘れなぐさの花に似て、気弱で寂しめをしたと、みんなみんなどこへ行く、街に花咲く乙女たち、みんなみんなどこへ行く、街に花咲く乙女たちよ。長くなびかせて春風のように笑う君、ああ、誰もがいつか恋をして、離れて嫁いでゆく人が、みんなみんな咲いて散る、街に花咲く乙女たちよ、みんなみんな咲いて散る、街に花咲く乙女たちよ。